逆になんか自分が気をつけてることとかって、気をつけてること、あ、それは西山さんの時期の方がいいね。確かにそれで言うと、シンプルに、はい、まあ、ご飯とか行ったら、はい、めちゃくちゃ美味しそうに食べるとか、しょうもな、しょうもな。だって実際にさ、まあ、後輩とご飯に行ったとすんじゃん。で、食べて、いまいちっすね、みたいな。ここちょっとな、みたいな。言われたら、いや、俺それめっちゃ好きだけど。めちゃくちゃ面白いじゃんってなっちゃう。マジですか？ほんと。いや、なんか逆に、梅ちゃんが言ってからならまだいいのよ。ああ、一言目で？一言目で。うわ。いやー、でも。いないよ、いないけど。はい、俺は好きになっちゃうな。例外なんだよ。面白いなってなっちゃう。ちょっと学習しました。じゃあ梅原さんの時は生意気に混ぜっていって、ラフに言ってくれた方がいい。はい、西山さんの時は何でも美味しいっていうか。そんなね、無理強いはしない。一つのね、まあ、方法としてね。方法としてってことですよね。なんかメールが来てるとか。メール来てないです。メール来てないですね。誰だってゲストに来ることを知らないから。そうかそうか。ね、なんかメール1つぐらい読めます、うん、これさやかんぬさんよりいただきました。ありがとうございます。私はあくびは人前でするべきではないという風潮を撲滅したいです。あくびは多くの酸素を取り入れるための生理現象なので、頭を使う仕事の場ではむしろ積極的にするべきだと思います。年末に公開された新人さんいらっしゃいのダイジェスト動画で、あくびをしながら自己紹介をしていると言われた梅原さんもいっぱい酸素を取り込まれて、収録に臨まれていて素晴らしいなと思いました。こういう風潮はなくなってほしいなと思っていることはありますか？なんかありますか？風潮がなくなればいいのになって。まあ、食事にまあ関連すると、はい、なんか作法いろいろあるじゃん。うん、はいはい。まあ、箸とかあるじゃん。はい、箸ってさ、すごくさ、はい、かぼちゃとか大根とかさ、はい、刺しやすいじゃん。はいはい、あれ刺したくない？まあ、確実に刺した方がうまく食えるよね。食える場合もあるじゃん、ね、なのに刺しちゃいけないって言われて、まあね、なんかすごいもどかしいんだよね。だからどっかのなんか、まあ、他のね記事とかでも、ね、読んだことがあるんだけど、なんかこう箸を作った人が刺すことを想定してないはずがないというか、まあ、あの形状だからね。形的に絶対に刺すことをさ、こう視野に入れてるはずなのに、マナーというところだけでしちゃいけないみたいなものになってるのが、僕ちょっとね、これ許せないんですよね。じゃあマナー講師は許せないと。言ってないよ。そういうこと言ってないのよ。そうだったんですね。そうだったんですね。どっちだこれは。いや、ちょっと自分も勉強します、本当に。どうですか、なんかあります？あ、風潮ですか。風潮とか。男を早めに結婚しないと親戚からやや言われる風潮。ちょっと僕はあれですね。まあ、男女ともにあるよね。男女ともに、男女ともにかもしれないね。親戚からね。なんか僕の兄弟、兄貴2人いるんですけど、うん、兄貴2人とも結婚する結婚するって言いながら10年ぐらい経ってて、お、結婚する詐欺をずっと言ってるんですけど、で僕一番上が7つ離れてて、うん、もう今33かそれぐらいなんですけど、母親が結構それをどっちかというと孫を見たいっていうタイプなので、うん、その僕男4兄弟で誰も結婚してなくて、うん、男4兄弟なんだ。あ、そうですそうです。一番下？僕が3番目で、一番下の弟が僕の3つ下とかなんで、今23とかなんですけど、そう、4兄弟って意外というか、あまり周りにいないから。確かにね、男だけで4兄弟は確かに聞かないな。喧嘩とかは多かった？あ、喧嘩しかしないですね。そう、男だと殴り合いだよね。殴り合いですよね。あ、雑誌で殴ったりとかありましたね。血気盛んだったので。そうだよね、男だけだとそうなる。そうですね。何を奪い合うの、そんな喧嘩で。レゴブロック。レゴブラー。レゴブロックはそのうちレゴブロックの箱が2つあって、うん、でその中でも希少なパーツってあるんですよ。あ、なるほどね。使いたいパーツがある。その箱の中に本当に2個、1個ぐらいしか入ってない貴重なパーツがあって、それを絶対に使いたいんですよ、みんな。それの奪い合いで、僕口から血出たことあります。めちゃくちゃ怖い。いや、でも男同士だとそうなるよね。いや、ありますね。結構もうずっと本当に、それこそ多分僕が高校生大学生ぐらいになってもずっと喧嘩してたので。そっかそっか。大人は仲いいんだ。
今は仲いいんじゃないかなって仲仲いいです仲いいです、あのちゃんと逆にみんなあのバラバラになるとそのありがたみを知るというか、それで今は本当仲いいですね、みんな、まだまだ掘り下げたい部分がたくさんありますけれども時間でということですね、ということで、まあ、最後にですね、今日のトークで西山さんは浦君に何パーセント感じましたか。何パーセント、何急に西山さん何よって言わないんですよ、ジャッジがお願いします、お願いします、100% です逆に薄いなありがたみねえな説明していいでも本当ですか、はい、あのやっぱ矢島さんのタメ口が最高でした あの流れはね良かったですね、完璧でしたね、完璧にやらされただけなんですけどいや、よく覚えてましたね西山さん、矢島さんに話振って俺どうしたと思ったらその流れでしたね、一応ね、YouTube もありますから YouTube に出演してくれてありがとうございましたありがとうございました、公開されるという、そちらの方も楽しみにしていてください、はい、ぜひぜひどうでします、すごく楽しい時間でした、本当にありがとうございました、ありがとうございました、ということで